じゃあ、はい、どうも。はい、今日はですね、白木先生にゲストで来ていただいております。白木先生というと元日立ですね、はい、人事で人事労務本部相当あの雇用されたんでしょ。そうですね、まあ通算でいうと1万人ぐらい採用しましたかね。そうですか。面接してね、はい、でまあこういうね人事を担当して、うん、そして、日立電子サービス、うん、日立製作所が長くてね、はい、だから40年35年間、はい、日立にいて、残りの7年は、うん、あの日立にサービスっていうですね、はい、そちらで専務常務を、はい、やられて、お聞きしたいんですけど、うん、今ね、ファーウェイを見たときに、うん、ファーウェイがアメリカからね、うん、あれってやっぱりあのトップを目指す者同士の戦いだから、うん、あれはやっぱりあるんだなと思うんですよ、うん、あるんですよ、ね、1番を守りたいから2番をいろんな、うん、落とすというのは、これも多分あるんだろうなと。うん、でかつてこれを経験したのが日立じゃないですか。もともと世界のコンピューターの半導体の 80% は日立 で日立がもう世界の、ね、1位、まさしく1位だった。その時にアメリカがもともとインターネットを生み出した、そこに IBM がいた、こことの戦いでもう相当叩かれたじゃないですか。IBM 事件、あれって裏側はどんな話なの。 IBM 事件というのは、ね、面白いんで、うん、あの日本の、まあ、世界のトップ走ってたのは IBM なんですね、うん、コンピューターね、うん、それに日本が追いつき追い越せで、うん、富士通とか日立とか、うん、あの三菱とかね、うん、あの追っかけたんですね、はい、そのためには世界の市場を持ってるのが IBM だから、 IBM のソフトがそのまま使えるようなアーキテクチャを持ったコンピューターをさらに安くていいものを作ろうというのが日本の2番手商法でやってきたわけですよね。なるほど。ところがだんだん日本も、ね、実力つけてきて、うん、あのいいものを作り始めたわけですね、うん、で今まではね、うん、あの巨人に対して小人みたいな形だったから、うん、まあいいよってやらせて甘く言ってたのが、うん、だんだん日本人が強くなったんで、うん、あの国家政策としてIBM が FBI と組んで日本のコンピューター潰しを図ったんです、うん、なるほど。いわゆる、アメリカ今まで企業対企業だったのが、うん、やっぱり主力になる今からインターネットも含めて、うん、だから国家としてこれかからなきゃいけないということで、うん、FBI とその IBM が組んだわけですね、うん、それどうなったんですか。それでね、あの次の機種がね、うん、あの FBI いや IBM の次の機種、ね、うん、次の機種のね使用書をね、うん、あの入りましたけどね、うん、日立さん買わないですから、ね、誰が持ってくる。あの、ね、イスラエル イスラエルの経営コンサルタント、元 IBM にいた人だという触れ込みでした。でそれまでいろいろねあの情報はもらったんですね、買ってたんですね、うん、でもそんなあのセンシティブな情報じゃない、うん、で今度はセンシティブな情報を持ってたわけですよ、うん、でそれをね、あの北区の技術者に持ってきたんで、うん、当時やっぱり日本としては次はどんなアーキテクチャの、あの IBM の機種かなってことがやっぱりみんな知りたいわけですね、はいはい、まあ、それに合わせてソフトが出るから、うん、そうそれ当てはまるものをやっぱやらなきゃいけないですね。それで釣られてアメリカに行って、うん、そしてあのその場で、うん、それらしいものを渡されて、うん、そこを全部ね、アメリカはすごいですね、やっぱりあの狩猟民族の国だから、あの映像を撮って隠し撮りで、あ、じゃあその設計書をアメリカに買いに行った時にその取引を FBI が裏でも操作していて撮影してたわけですね。それであのその書類を持って空港へ行った時に現行犯産業スパイに使う、はあ、でそれが大々的に放送されて、でも当時ねすごいですよ、あの私の一級先輩なんだけど、うん、銀賞でもこうやって後ろ手に書かされて、おこれが流れましたよ、大変な。でその後、まあ結構まあ何て言いますかね、合意ですかね、話し合って収めたんだけど、うん、賠償金払ったりしてね、うんうん、でやっぱり一つは日本が強くなりすぎたんで、うん、これに体が悪いかっていうのがあった、ね、そうですよ。だからねこれね、うん、あのトヨタも以前あったじゃないですか、うん、GM とフォードが売り上げが極端に下がって2番目に後と転じてたのに下がったもんだから一時的に1位になった。その時に何が起きたかってレクサスがね勝手に発生事故を起こしたとかって裁判がドアーッと来たでしょ。完全にやらせなんです。ですよね。でもねこれってこれねどう見ていくかっていうね、それを正しいか正しくないかって見ていくと日本人だから正しくないっていう、でも世の中ってそういうもんじゃないですか。一番を目指すんだったら戦場で戦うそのね、いわゆる意思があるのかどうなのかから問わないと、うん、一番目指すのはそんなことだと思うんですよ。二、うん、番に転じるっていうのは礼を尽くすってことなの で、うん、でそこはやっぱりあの、うん、生き方として
先輩を立てるみたいなものと一緒で、まあ、そういうのがあるんだろうなと。でかつての日本っていうのは父の国が中国で、うん、兄の国が韓国で、で日本っていうね。でこれね、あの実は皇帝の着てる洋服で分かるんですよ、うん、あの中心っていう中心の色は黄色なんです。黄色、ね、中国は黄色なんです。尊い色ですよ ね、 黄色ね。 そ、 う黄色、そして東は青なんです、うん、だから韓国東に位置するから、あのイソンゲって言って李王朝の初代の皇帝って、あの皇帝というか王様は青なんです。なるほど、ね、で日本の元服ってあるんだけど、これは赤なんです。南だから、うん、だからちゃんと洋服も同じ黄色を着たらダメだと、ちゃんとそこは礼を尽くしてこうやっているというのが当時からあった、うん、そうですね、うん、だからそういうね、やっぱりこう見たらね、叩かれてなんとかとかってあるかもしれないけど、でもそれは生きるってそういうことなんだよと、うんうん、まあ、先ほど先生が言ったリスクヘッジっていうのもリスクがあるんだと、一番目指すんだったら目指してもいいけど、そこには今みたいな国家がかかるようなリスクがあるよって、それをちゃんと考えてやらないとこういうことになるわけですね。まさにね、もう日本人は、ね、その卑怯だとかね、うん、そのと笑いかけるのはひどいって言うでしょ、うん、もうでもね、向こうじゃ使えるのは当たり前だからね。そう、それで、ね、サッカーがそうでしょ、うん、あのわざとファールでうまいとか言うけど、うん、昔は、ね、日本人は卑怯だと言ってたけど、うん、今逆にファールを取るのがうまいとか言いますからね。だから国際常識と日本の常識が違うとか、うん、例えばあのちょっとこんなこと言いたいかと思って、例えば日本の、ね、道徳教育の場合は、うん、人を騙しちゃいけませんって教えるでしょ、はい、ところがあっちお隣の国なんかはね、人に騙されちゃいけませんって教えられる。人っていうのは騙すものだと。あ、制約説ですね。制約説だからね、うん、騙されちゃいけませんって教えられるんですよ。もうだから全く、じゃだからあの日韓条約で5円でね、うん、条件払って騙したでしょ、うんうん、であれを前のあれがやったんだよって、うん、俺の関係ねって今のです文章言ってるでしょ。これはね、騙された方が悪いって思う。そうですよね、うん、騙した日本は騙した方が悪いって、約束は破らない、うん、約束を守るものだって教えるのが日本でしょ、うん、約束を守らって信じて金払ったお前のが悪いってのは向こうの発想だから、うん、もう全くね、その水と油なんて違うんですね。だからね、昔の日本人は、うん、あの中心にこういう精神だったらしくて、人が嫌がることをしてはいけないというのが日本人の基本行動。ところが欧米は逆で、人が喜ぶことをしなさいなんですよ。だから人が喜ぶことをするから個人が豊かになるっていう、やっぱ個人を豊かにするにはやっぱり人が喜ぶことをやる、うん、でも日本人は人が嫌がることをやらない、これアクセスとブレーキの、うん、で今日本人に必要なのは、人が喜ぶことをやりつつ人が嫌がることをやってはいけない、うん、でこの両方を整合するときに大事なのはこれ道徳なんですね、やっぱり。そうだね、もともと今おっしゃった話はね、あの講師の論文の中にあるね、うん、己が普通であることを人に施すなかれという文章があるね、はい、これがまさにあの論語なんですね、うん、ところが論語発祥の中国はね、うん、人の嫌がることばっかりやってるでしょ。そうです、ね、そうです、そうです、ね、なぜね、僕は今あの鎌倉でね、論語の勉強会やってね、うん、論語やってるんですけどね、うん、論語の先生に聞いてるわけで、うん、あれだけね、日本に礼節を教えたね、うん、論語の教えを教えたね、うん、国がね、なんで今なってるんですかね、うん、って言ったらね、こう先生が面白い、なるほどなと、中国はね、今55の部族があるんですよ、うん、そのうちの 90% が漢民族、うん、その残りの 部分がね、あと54部族、少数部族になるんですよ。お互いにね、もうその騙し騙されつつのが当たり前、そのために戦略とかなんかいっぱい、その人生をいっぱい頂いたりしたんですけど、いかにね、当時の中国がね、騙し騙されて、礼節もなくて、騙された終わりっていう、今のね、乙女みたいな感じがあったんで、孔子がもう、とか、孟子、老子、孔子ね、荀子ね、こういう人たちがね、これじゃいかんということでね、一生懸命礼節を説いたんですって。なぜ説いたかというと、もともとそうじゃないから。そうそうなんですよ。だから、それを伝えられた日本の方はね、真面目だから、それをきちっと守って。そう。だから本当のね、孔子の教えが根付いてるのは日本だ。そうなんです。向こうでは根付いてない。あの、こう面白い話が、あのね、大陸は言ってることをやれない国。日本人客です。やってることを言えない国です。なるほど。どうしてそんなことやってるの？なんで道徳心なの？って言った時に、答えられないんです。だから逆に言うと、私もいつも言ってるんだけど、
なぜ中国でそういうありがたいのがと、ね、解けたか、うん、それは真逆があったから、うん、もうどうしようもない、ね、権力者がいたからその反対側で学問として成立したんだと、うん、で日本っていうのはもともと君主があのそういう言い方をしてるから、うん、だから君主がそれを実践した、だからみんなに広がっていった、だそこはね全然やっぱり違うんです、ね、うん、では続きはね、この後まだどんどん続いていきますので続きはまたご覧ください。